いて服部選手のアコードがアタックに入る。シーケンシャルシフトと足元に注目しよう。アコードのタイムを見て土屋スープラもアタックに出た。ディスコ仕様でどこまでタイムを削れるのか。トラクションコントロールが効いてるぞ。筑波のコースレコード56秒93差を破った。いやー面白い。